ピンクの特撮。いやそこにか恥ずかしい仕事なんですかっていう、うん、うん、誇りなんですけどみたいな。はいはいはい。いや気持ち的になんか落ちればちょっと進めるんだけど、つけがありますので。大輔にここに来いと呼び出されたんですけど、ちょっと待って、何でいるんですかっていう人が今ね僕の隣にいるんですよ。とんだサプライズを用意してくれたなというところで、もういきなりご紹介させていただきます。松田さんです。松田聡です、よろしくお願いします。いやちょっとびっくりなんですけれども。いや嬉しい。まあ、マー君が、はい、今映画作ろうとしてるでしょ。特撮、あ、まあ、そうですね、ドラマを作るぞっていうので動いてます。あれで、ね、この間なんかあの新しい仮面ライダーの映像を見て、はいはい、マー君が痛くへこんでいるという連絡をもらいまして、もう撮れないよぐらいのこと言われて僕ピンクの特撮っていうものを、なんで松田さんにこの話するんですかいやいや一応教えてください。そこは、はい、特撮にはすごいお世話になって、自分ならではの特撮を作りたい。仮面ライダーリバイスって言うんですけど、見た目があのピンクのディケイドなんですリバイスにもいろんなフォームが多分あって、その中のディケイドフォームだったんです。ディケイドに完全にこうオマージュで、まあそうですね、オマージュで、うん、全部マゼンダじゃないの。いやそうなんですよ、ピンクの特撮作るって言ってるのに、うん、できちゃってるじゃんってことだよね。映画館この間見に行った時におおピンクそんなピンクなんや。俺見てないからちょっと分かるやん。あ、めちゃめちゃピンクですね。え、色を変えるはないわけでしょ。今までピンクの特撮って来て、じゃあ赤の特撮作りますおかしいじゃないですか、もうそれはおかしい、ね、いやてか僕のその悩みよりも多分皆さん見たいのは、多分松田さん猫の額ほどワイドっていう番組でご一緒はさせていただいたんですけど、番組の中では。ただ共演はしたことなかったんですよ。そうやね、会うことはなかった。まあ、プライベートでチラッチラッというのはあっても、はい、猫の額ほどワイドのイベントでがっつりお話しさせていただいたこの2回目ぐらいな感じなんですよ。そうやね、お会いするの。僕はもう松田さんといえば仮面ライダー龍騎のナイトっていうイメージがものすごい強いんで、ちょっと聞いてもいいですか。なんか何でも何でも、せっかくなんで、うん、松田さんってその仮面ライダー龍騎の頃っておいくつだったんですか。あの当時は23歳、俳優になって3年目。当時ってどんな感じだったんですか、その仮面ライダーのポジションとかも今と全然違うじゃないですか。今と全然違って、まず小田切丈さんがクーガをやって、はい、でその次に、まあ、アギトが始まったぐらいの時に小田切さんがすっごいテレビで評価されてた、はい、こっから登竜門になっていくんじゃないのっていうのを俺の当時のマネージャーが予見したんですね。予見したの、でその時にある全国放映の映画があって、その映画のオーディションに俺が受かって、でもう主演クラスの役で、でよっしゃーって事務所で喜んでたらニューヨークでテロが起きて、はい、でテロの影響で過激な内容の映像作品は自粛しましょうってなって、はい、映画が主人公窪塚洋介さんやって、窪塚洋介さん以外全員をバラしってなって、もうやっと掴んだチャンスが目の前からパッとなくなって、はい、どうしようと思ったところに、その当時のマネージャーがサトシ、仮面ライダーってどう思うって言って持ってきたのが、白倉慎一郎さんが書いたテロの影響を受けてそれぞれがそれぞれの正義を振りかざしたら世の中がどういう風になるのかっていうのを仮面ライダーで描きたいと思いますっていう。なんすかそれ。そうで、内容がすごい難しいから、龍騎の時だけすごい特殊で、あの俳優経験3年以上っていうのが、そうなんです、オーディション要項に書かれてたの。あで俺がちょうど3年目やった。でいけるってなっていったっていう。お話をこう伝えるんだみたいな、そうそうそう、なんか意気込みがあったんですね。仮面ライダーって若手俳優の登竜門みたいな感じのイメージがかなりついて、仮面ライダーやりたいって言うようにはなったと思うんですけど、ええ、仮面ライダーになりたいとかっていう人があまりいなかったのかじゃん。まだ我々俳優側は人前に出れるし1年間役に、まあ、没頭できるからやりたいと思ってても、事務所の人たち、なるほど、は変な色がつくんじゃないかとか、まだそういうことに揺れ動いて、もう二分化されてる。なるほど、そうなんですね。そう、仮面ライダー出てるけど隠しながら部長とか、うん、事務所による影響ってやっぱ大きいんですかね。そう、
絶対俺思うに、はい、絶対に事務所が決めてる。そうですよね、うん、演者はむしろ作品に対する愛情が強すぎて、はい、なんで消さなきゃいけないんですかっていう感じ。ありますよね、うん、そうですよね。そう、恥ずかしい仕事なんですかっていう、うん、誇りなんですけどみたいな。はいはいはい、うん、うちのその元いた事務所でもやっぱりその話はあって、はい、あったんですね。プロフィールから消すか消さないかを一応確認取られて、俺は消したくないですと言って、じゃあ分かった残すね、じゃあ残したらずっと仮面ライダー仮面ライダーって言われるかもしれないけどいいのって言って、まあそれは僕の歴史やから、うん、それをしのぐような仕事を僕が取れなきゃそこまでやし、うん、かっけー。でもそれ多分そうやと思うよね。かっけー。その人たち自身はやっぱり愛情が皆さんあってやられたんだなってやっぱ思うとちょっと安心しました。なんかだってそうじゃないと、これもあくまでも俺の個人的な考えやけど、はい、そうじゃないと本意気で返信なんてできへんと思うよ。終わったらプロフィールから消そうと思ってたら、はい、返信とか恥ずかしくて言われへん。うん、仮面ライダーって俺子供の時見たことなかったの。あ、そうなんですか。そう、家がすごい女性社会で母親と姉にテレビのチャンネルは完全に牛耳られてたから、でマジで見たことなくて、で大人になって仮面ライダーって、まあ、もちろん知識として知ってるやんか、はい、でもういろんなオーディションとか紆余曲折経て作品決まって、撮影初日の一発目のシーンが変身シーンやん。よろしくお願いしますって松田聡と申しますって言って監督と少し話をして、でじゃあ行きましょうか、バン変身。へえ。そうだからすごいスムーズにこう入っていけたかなっていうのがあって、俺去年一昨年かな、そのすごい時間がある時に本書こうと思って本書いてた、はい、でその本をまあ俺子供の時結構特殊な家庭やったから、まあ、その特殊な家庭で育ったまあ、8歳の少年が俳優になる話を書こうと思って、はい、まあ、自叙伝みたいなを書こうと思ってずっと書いてる最中にどこで終わりにしようかなと思って、で最終的に俺が決めたゴール地点が仮面ライダー龍騎の撮影初日の変身っていう一言で最後終わろうと思って、なるほど、だからタイトルを仮面ライダーのなり方っていうタイトルにした。へえ。でもそれぐらい俺自身はすごいやっぱ誇りに思ってるかな。恥ずかしいと思うよ、全然なく。僕の当時は、うん、変身することがかっこいいにも変わってたんですよ。もう今まで演じてきてくれた仮面ライダーの方々の歴史があるからこそ、変身というワードに対して全くあの拒絶反応はなく、むしろ変身してみたいなっていうところで夢が叶ったなっていううちの一言目だったんで。はあ、面白いな。全然違いましたね。同じ作品でもこう世代が違うとこんなに違うのやって。違いますね、だいぶ違いますね。また今の人たちも違うんでしょうね。いや絶対違う。仮面ライダーリバイス、うん、実は変身したくなかったやめてほしい、やめてほしい。そうだからそれですよ、ピンクの特撮。いやそこにか。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。